国鉄417系電車は1978年に日本国有鉄道が設計、製造した高直流金後継電車。全車日立製作所が製造した。1987年の国鉄分割ミニエーカジには全車東日本旅客鉄道に承継された。本校では阿武熊急行が JR 東日本より購入し、 所有していた A417 系電車についても記述、解説を行う。1970年代の地方都市圏での人口増加、通勤通学需要の増加に伴い、それまで運用されていた客車列車では、デッキ付近の混雑で乗降に時間がかかり、地元からサービス改善の要望も出されていた。さらに、客車列車では運用効率に難点があり、 動力方式の近代化の観点からもこれら客車を順次機動車や電車に置き換える必要が生じていた。都市圏用の近郊系電車で直流、交流いずれの電区間も運行可能な系列としては当時すでに415系電車が常磐北九州地区へ投入されていた。しかし415系は地方路線へ投入するには以下の問題点があった。 このため地方の気候や路線輸送事情に対応する車両を新設計する要請から開発されたのが本系列である。当時の国鉄は電車に汎用性を追求していたことから北海道以外では基本的に交流区間であっても高直流用電車を投入する方針としていた。このため本系列も直流線5 0 0ト 交流2万ボルト50ヘルツ同60ヘルツの3電源方式対応車として設計された。しかし本系列は営業運転開始から交流50ヘルツ区間でのみ運用され続け、後に誤操作防止のため硬直流切り替えスイッチが交流側に固定された。1977年から製造されていたキハ47型機動車の車体構造に類似し、 上降口をやや中央に寄せたデッキなしの片側に扉構造とした。車体盤面も当時製造されていた機動車、客車との共通化が図られた。前面は153系電車以来、国鉄の急行、近郊系電車で採用されているパノラミックウィンドウの貫通系である。貫通扉には膨張性シールゴムを設けて、運転室の機密性向上を図った。 運転台は115系、電車1000番台車に準じているが、従来の均衡系のものより1 0 0、mm、トル拡張した全面強化型とした。全消灯は、シールドビーム2灯を全面相下に設置し、中折れシャッターカバー付け対接構造のタイフォ本を装備する。全面下部の排唱器は、寒冷地での使用に対応した大型のものが設置された。 東北地域本社食管理地での運用を考慮し、各車両には、雪切れ室を設置したほか、客用扉は、自動、半自動切り替え式でを採用。編成中のどの運転台からでも操作が可能な、システムとした。塗装は当初、赤13号の地に警戒色として、クリーム4号の太体を正面倉下に入れた交流、直流量用金後継電車の標準色としたが、 JR 加護の1990年頃から東北地域本社食と呼ばれるクリーム1号を地に緑14号の帯を巻く塗装に変更された。また、サービスの一環と省力化から側面に電動式行き先表示器を装備する。台車は従来の近衡圏車両がコイルバネを使用した DT21K を採用していたのに対し乗り心地向上のため特急。 急行型と同等の DT32 回型、TR69J 型空気バネ台車を搭載した。主電動機は、強制通風冷却方式とした、MT54E 型直巻清流子電動機を搭載。歯車比は 415K と同様の4.82リート、した。主制御機は 381K 電車で採用された。 CS43 型を一部改良した CS43A 型電動化無軸式抵抗制御機を搭載。1機で2両8機分の主電動機を制御する 1C-8M 方式である。ブレーキは415系同様のセルド、式用過重装置及び、発電制度付き電磁直通空気ブレーキのほか、覆う本線。 福島米沢間をはじめとする急行バイク間での運用を考慮し、そもそも即ブレーキ並びに大切ブレーキを装備した。補助電源装置の電動発電機は強化した暖房機能や将来の冷房搭載にも対応する169馬をク波416型に搭載。ジャンパ連結機は打系列との混用を想定しなかったことから55。 新の家70系1機と19新の毛76系1機を装備した。雲ハ417から5ドアスイッチ座席は固定式、クロスシートとロングシートの組み合わせである。クロスシート部の間隔は、それまでの均衡系車両の標準であった 1420mm から 1490mm へと、70mm 拡大され、居住性が、 急行系車両並みに向上した。客室内の寒冷地対策として、両開き式客用扉は、半自動扱いへの切り替えを可能としたほか、扉脇に袖仕切りと上部に、ガラス製風防を設置した。普通列車の冷房化が推進されていた時期にも、かかわらず、都市部を優先する方針、仙台地区の気候、当時の国鉄財政事情などから、 経費節減のために屋根状冷房装置搭載場所に塞ぎ板を取り付けた冷房準備工事者として落成した。本系列は上述仙台地区向け産両編成 X5 本系1 5両のみの製造で打ち切られた。1978年に仙台地区均衡輸送改善を主目的に製造された産両編成 X5 本系1 5両は 仙台運転所に配置された。主に、東北本線で普通列車、快速列車、仙台シティラビットに運用された。陸前三能駅構内側線での留置2007年9月、一貫して、仙台配置、仙台地区周辺で運用され続けたが、E721 系電車への置き換えに伴い、 2007年7月1日をもって、全編成が定期運用を終了した。その後は、全編成が陸前三能駅に流通されたが、以下の状況となった。阿武熊急行 A417 系2007年に、阿武熊急行は、JR 東日本から中古車両3両編成1本を購入し増備する方針を発表した。 JR 東日本と競技検討を重ねた結果、状態の良い417系電車を購入するに、至り2008年6月から、郡山総合車両センターで、元仙台車両センター所属の K1 編成に、同社向け仕様変更の改造工事を施行した。2008年10月30日から、当初の予定通り、営業運転を開始した。 富の福島間の平日は左右限定で運用されていたが、2016年3月26日のダイヤ改正で定期運用から離脱し、同年5月28日のラストランをもって運用を終了した。その後、2018年7月1日に行われた、阿武急前線開業30周年大感謝祭りに合わせ AT418 が国鉄職に復元され、 車両番号も国鉄時代の区波416から1に書き換えられた。阿武熊急行 A417 軽電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。